東芝野球部は神奈川県川崎市に本拠地を置き、日本野球連盟に加盟する社会人野球の企業チームである。合宿所、練習グラウンドは神奈川県横浜市に所在する。運営母体は電気メーカーの東芝。獲得した全国タイトルが全国の社会人野球チームでエネオスに次ぐ第2位の計10回を誇り、 プロ野球選手や日本代表選手を多数輩出する全国でも屈指の競合チームである。1958年、電気メーカーの東芝が本店所在地のある神奈川県川崎市を本拠地として総武。列強の居並ぶ神奈川地区においては比較的後発チームであるが、積極的なチーム作りが走行し、早いうちから全国大会に出場している。 九百六十年の都市対抗野球で初出場すると六回目の挑戦となった九百七十八年の都市対抗野球で初優勝を果たした。九百八十年日本選手権に初出場した。九百八十三年の都市対抗野球で二度目の優勝を遂げると、九百八十八年には都市対抗野球で三度目の優勝、さらに日本選手権で 初優勝を果たし、史上初となる同一年に大大会制覇を達成した。1991年の都市対抗野球で4度目の優勝を果たし、1992年の日本選手権では2度目の優勝を果たした。1999年、都市対抗野球で5度目の優勝を果たした。秋シーズンから東京都府中市にある府中工場を拠点に活動していた東芝府中。 公式野球部を統合し、会社唯一の公式野球部となり、活動を続けている。府中チームと統合後は、全国大会への出場を逃したり、出場しても、早期で敗退するなど、低迷期を迎えたが、中堅、ベテラン人の活躍でも理解し、2007年の年、対抗野球で6度目の優勝を勝ち取った。2004年9月には、川崎市ホームタウンスポーツ推進パートナーに、 認定され、地域への活動に積極的に関わるようになった。2009年、東芝ブレーブアレウスに改名された。アレウスは、ギリシア神話のアレースに由来する。2010年、都市対抗野球で7度目の優勝を果たした。第78回都市対抗野球大会、優勝。ありがとうございます。